作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは2000年にバンダイがワンダースワン向けに発売した SD ガンダム G ジェネレーションレザービートです。はい、でっかいね。まあこれはあのワンダーウェーブスペシャルパッケージってことでね、ワンダーウェーブというね周辺機器が同梱されているので、ちょっとサイズのでかいパッケージになっています。で、まあ、裏面こんな感じで、説明していくと、ワンダースワンのパッケージってね、この上に赤いのついてるんだけど、普通は縦長のパッケージでこれがついてるのに、横長でもこの長くこのね長い線があって、ワンダースワンってね書いてあるというね。で、スワンのロゴとかバンダイのロゴはありますけども、でワンダーウェーブ対応って書いてあって、ここワンダーウェーブスペシャルパッケージってあり、ワンダーウェーブ同梱って書いてあった上で、ここにワンダーウェーブの写真がついてるというね、いっぱいワンダーウェーブがありますね。で、まあ、G ジェネレーションジャザービートのロゴ。で、背景、ちょっと夜の荒野かなんかなのかな、ちょっと、まあ、廃墟かな、ビルかなんか壊れてるのが見えるんで、で、ガンダム、SD ガンダムが上を向いてて、で、これになんかザクがやられてるっぽいのがいますね。という絵柄になってます。で、裏面。まあ、説明文があったりね、まあ、スワンの本体があったりするんですけど、まあ、こっちから見ていくと画面写真6点あって、で G ジェネレーションジャザービートはオリジナルストーリーに沿って進むシミュレーションゲームです。戦略選択次第で展開は様々に変化し、900を超えるイベントが次々に起こります。全てのガンダムシリーズに登場するパイロットを仲間にし、機体を入手、開発しながら迫り来る敵軍を打ち破り、その野望を阻止することができるでしょうかってことで、ユニット数150以上、登場キャラクター190人以上、劇中の主題歌挿入歌を20曲以上収録、イベント数900以上、ID コマンド、交代コマンドと新要素も多数搭載ってことで、まあいろいろできるよっていう要素が書いてあった上で、その下にですね、プレイステーションソフト G ジェネレーション F とのリンクには、G ジェネレーション F、ワンダーウェーブ、プレイステーション、ポケットステーションが必要ですっていうね、意味深な言葉があります。これは何かっていうと、このゲーム自体は、当然、これ単体でソフトで遊べるんですけど、このワンダーウェーブを使って遊ぶような遊びには何が必要かっていうと、これと通信する相手がポケットステーションで、そのポケットステーションの先にはプレイステーションの本体があるし、G ジェネレーション、なんだ、F が、の、ゲームが動いていることが必要であるということですね。そういうリンクをするような遊びができるソフトということなので、リンクしたい人はいっぱい揃えてください。以上、作家でした。